交流戦再開森下君勝てないチャンスで一本が出ないあ悲しすぎるよ今日は。 とッ7本で1得点。いやー、マジでね。満塁のチャンス今日2回作ってたよ。で、それ以降もね、もうワンアウト2塁とか、そんな局面でも何回も作ってたけどね。点が入らん。いやー、マジでね。うーん、交流戦。 疑問だな、やっぱり。交流戦前まではもう得点圏打率もね、もうリーグナンバーワンで。えー、個人としてもね、得点圏打率、のトップ10に何人もいたっていう、そんな状況なんですけどね。いやー、点入んねえなー,あー。いやー、まあね、投手陣も、 ライオンズに12アンド打たれながらもなんとか2得点、2失点に抑えたんですけどね。それ以上に打ちは打てなかったですね。ええー。いやー。詳しいわ。はい、ということでね、試合を振り返っていきたいと思います。まず、1回の裏ね、これライオンズの攻撃。イ、まあ、エース森下ちゃんが簡単に2アウト取ってからの、 3番のオグレディ選手。これね、ワンボールワンストライからストレートね、えー、低めギリギリのところ外れて、もう一球ストレート行ったのよ。うん。そのストレートがバスコーン、ライトスタンド運ばれましたわ、えー。まああれはね、打ったオグレディ選手が上手かったっす。コースも、まあインコース寄りで、 高さももうギリギリだったからね。膝元の高さで。それをライトスタンド持ってった。1、2、3で持ってかれましたね。うーん。まあ、あれは打ったオグレディ選手がうまかったっすわ。はい。オグレディ選手の6号ホームランでね。先制されて。で、2回よ。あーこの回先頭、平沼選手。この若い平沼選手にね、ライト前打たれて。 で、盗塁されて、ワンアウト二塁。そこから古賀選手を。これも若いね。うん、今年23のこの古賀選手に、ルーキーの古賀選手にね、ツーベース打たれて2点目。まあ、このツーベースもね、結局最後カットボールが高め浮いちゃったところを打たれたってことでね、まあ今日の森下選手は高めの球が多かったですね。うん そうね。まあそんなあんま調子良くない中でもね、なんとかにしって抑えてくれたんだけどね。うん。はい。で、ただその後3回で表のカープの攻撃。まあ先頭のこの小園選手が低めのボールマークセンター前運んで。で、そこから送りバントでね、ワンアテランダー2塁から今日1番に入ったこのウグサ選手がストレートライト前。これでタイムリーでね。 なんとか1点返します。うん、まあ今日のね、西武の先発の松本渡る選手も、もうあんま調子よくなかったですね。えー、高めボール浮いてて、これもううぐさ選手に対して、まあ4球目、結局ライト前打ったんですけど、この4球連続ね、高めのストレートでしたから。まあ、それは逃さないですね。えー、で、点取って2対1。で、なおもね、これ4回の表カープの攻撃、 もうこれ、マクブレーム選手、坂倉選手、連続ヒットで。で、上本選手、送りバントで。これ、次のドーバイス選手もね、まあ、サード強襲ですよ。ライナーで。で、内野安打で、ワンアウトランナー満塁のチャンス作るんすよ。うん、満塁のチャンス作るんすけど、小園選手ね。えー、さっきの打席ヒット打ってるこの小園選手が、高めのストレート打ってキャッチャーフライ。 うん。で、その後のね、石原智樹選手も、フルカウントで、まあ粘ってはいたんですけど、最後結局真ん中のストレート詰まってのセカンドオロ。はーい。ワンナートラない満塁からね、ここにもう1点も取ることができない。うん。で、次5回ね。はい。この回先頭ウグサ選手フォアボール選んで、送りバント。で、次松山選手もフォアボール。 これもよく粘りましたよ。うん。8球粘って、9球目にフォアボール選んで、これワンアウトランナー1塁2塁ね。で、そっからマックブルーム選手もね、もうこれ粘って粘ってフォアボールで出すんすね。で、これまたワンアウトランナー満塁。これ2イニング連続ですよ。そっからね、まあ、得点圏打率リーグ2位の坂倉選手なんですけど、まあ、チェンジアップってね、まあ、捉えてはいたんですけどね。まあ、いやいや正面、 それで、3、2、3のダブルブレ。あーん、マジでなー、マジかーって感じだったっすねー。うーん、まあこれもね、粘って粘っての6球目だったんですけどね。結局外のチェンジアップで引っ掛けてね。うーん。いやー、まあもうほんとねー。 今日はことごとくチャンスで点取れなかったな。うん。で、これもね、まあ最初ファーストはセーフっていう判定だったんですけど、リプレイでアウトになって、結局だからね、ワンナートランナー満塁、2イニング連続得点できず。で、これ2対1のままね、試合は進んで、で、これ6回よ。うーん、6回先頭上本選手がね、ライト前打って、ローバイス選手送りバント。これワンナウトランナー2塁のチャンス作るんすよ。 またチャンス。で、バッター小園選手ね。さっきワンアウトランナー満塁キャッチャーフライあげた小園選手なんですけど、ここストレート空振り三振。もう高めのボール球でしたね。で、次、石原智樹選手のところで、相澤選手出てくるんですけど、初球をキャッチャーフライ。はい。この回ワンアウトランナー二塁のね、チャンスで得点できずに。で、そのままね、試合進んで9回。 ねえ、この9回もね、まあ、ワンナートから超の選手ヒットで、で、相田選手のサードンの間にね、ツー当たら2アタなの2レイト。ああ、もうラストチャンスよ。うん、この回、この試合散々チャンス食ってきて、ヒット1本出ずに、進んでラストチャンスね。で、バッター、うぐさ選手なんですけど、初球打ってファーストゴロ。はい、これでゲームセット。7アンダー1得点。 いやー、今日はね、ほんとことごとく、まあ、西武の投手陣にね、踏ん張られてしまったっていう、そんな試合でしたわ。はい。松本渡れ選手もね、もう4回ノックアウトして、そっからね、リリーフが出てきたんですけど、5回からは。なったんですけど、このリリーフから結局1点も取れなかったですね。うん。いやー、悔しかったなー。 結局、森下選手もね、まあ、6回投げて、今日あんま調子良くなかったと思うんですよ。うん。ヒット9本打たれて。えー、ながらも2失点っていうね、なんとか踏ん張ってはいたんですけどね。え結局今日も負け通しで4勝4敗。うん。その後投げたリリーフ陣もね、堀江選手、矢崎選手、これ矢崎選手なんからもね、ほんとピンチ、ワンアたトな満塁のピンチ招いたんですけど。 そこから森選手と源田選手とね、なんとか打ち取っての9回、チャンスも作ったんですけど、もう一本が出ない、えー。今日はとにかく一本が出ない、そんな試合でしたね。で、これでね、交流戦最下位が決まりました、えー <laughs> はい。で、明日はカープはアンダーソン選手が先発。うん。まあ、アンダーソン選手初見じゃねえ。 あんなかなか打てないんじゃないかなと思いますよ。あの高めのね、綺麗なるストレート。うん、それに明日も期たいですね。で、ライオンズはエンス選手ね。エンス選手9試合投げて防御値2.72。うん、いいピッチャーですね。はい。まあもう明日はなんとかね、足とか絡めつつもね、点取ってほしいところっすね。地道に1点ずつ。 とということで今回これでジャパり言っで今だなんとか勝って命懸けた勝負の舞台恐れずに進め